初めてあなたと出会ったのは箱ばかりの小さな六畳間、メガネ越しのあなたの瞳はキラキラ輝いていた。それから一ヶ月、朝から晩まで二人きり、生きる世界が違う。こんな私にあなたは優しくしてくれた。ごめんね、画面から出れないの。私は二次元の女の子。どんなに気持ちが高ぶってもあなたに触れられない。ごめんね、本音が口に出せないの。私は二次元の女の子。決められたセリフと通りにしかあなたと会話できない。伝えたいの、この気持ち。出会ってくれて本当にありがとう。